まずは最初に失礼いたします。私竹下明則が売買をおすすめする銘柄などをお届けする投資顧問サービス KIS 公式版では、ただいま新規入会大キャンペーンを行っております。自分自身で正しい投資判断ができるようになりたい、長期的には億の資産も築いてみたい、毎日の利益も積み上げたい、そんな投資初心者がお役に立つ情報を毎日配信しております。詳しくは概要欄をご覧ください。今日も東京市場大きく下落続落となりまして、日経平均が548円安 32,159 円、トピックスが33ポイント安の2268ポイント、そしてマザーズ指数も10ポイント下がって761.4ポイントということですね。為替もですね、一瞬間143円の89銭ということで、もう144円に近づくぐらいまでの、まあ、円安になりまして、また日本の10年国債の利回りですね、途中で 0.658% までの金利の上昇、そしてまあ最終的には 0.631% ということで、大きなですね、まあ、下落になりました。まあ、日本市場がですね、フィッチのまあ米国債に対するですね、まあ、格下げの影響を最初にまあ先例受けたのが昨日の日本市場だったわけですけれども、日本市場が開いている時のアメリカ株の、まあ、先物は小動きだったんですが、結果としてですね、まあ、結構大きく、まあ、値下がりをしたわけですね、アメリカも。そして今日日本帰ってきて、まあ、昨日あれだけ下げたので、まあ、アメリカが下げたといっても、まあ、2日目なんでどうなるのかなと思って見ておりましたが、今日も同じようにですね、大きく下げて、まあ、2日間で1300円ぐらい下げてしまってですね、なんとなくこう日本株なんか急に弱く、まあ、見えてきたように思ってらっしゃる方が多いんだろうなと。まあもちろん私もこれほどの下げになるっていうのはもちろん頭の中ではなかったんですけれども、まあここからちょっと冷静に見てみたいなと思っていまして、日銀の政策金融政策決定会合が行われたのが、まあ、先週の金曜日、まあ、7月28日だったわけですね。そして、まあ、ここで、まあ、大方があまり予想していなかったイールド株コントロールの運用を柔軟化するという施策ですね。目処となる、まあ、0.5% っていうところは変えずに、しかしそれをちょっと超えたぐらいでは神経質にならずにですね、何が何でもっていう守る線はとりあえず 1% というところに置いたと。で、結局、金曜日はですね、まあ、朝の早い2時頃に日経新聞の、まあ、電子版でこれが、まあ、報道されて、憶測記事が出てですね。で、ですから朝からもう警戒感が強まって安かったわけですけれども、午後にですね、日銀がこれ発表して、実際そういうイールドカーブコントロールを少しいじりますという、まあ、発表があった後は、日経平均もちょっと戻ったりしたわけですよね。もう前日比、あとちょっとで変わらずになるところまで戻ったと思いきや、今度はそこからまた800円安ぐらいまで、まあ、売られてですね。その時つけた安値というのが日経平均で32,000飛び37円、これがですね7月の28日の、まあ、取引時間中の日経平均の安値になります。そんなに安かったっけと、まあ、思われる方もおられるでしょうけれども、実際そうなんですね。でトピックスがその日につけた7月28日につけた安値は2255であります。で今日はですねトピックスの安値が2265で、日銀の決定会合が行われた日の安値より今日の安値が10ポイント上で、引け値は13ポイント上で、日経平均の方は 32,037円ですから、今日の引け値はそれより122円ほど上にあると。で今日の安値から見ても100円ちょっと上にあるとあったというのが、まあ、今の状態。すなわち何が申し上げたいかというと、フィッチの格下げで確かに、まあ2日間で1300円近くも下がってきて、とんでもないなという印象はあるんですが、まあ、7月28日1日で日経平均が乱高下をした時の最安値は、日経平均もトピックスも両方ともですね、今日の安値そして引け値、これを割れていないということですね。これは一応頭に入れておいていいんではないかと思っています。昨日あたりからですね、まあ下げたのは、まあフィッチも格下げもあるけれど、そうは言ったってやっぱり日銀のこのイールドカーブコントロールの運用の仕方は少し柔軟化するとはなんとか言ってるけれど、結局は金利を上げたってことでしょうっていうふうなね、そういう話を言う人も結構増えているんですね。しかしこれは多分明確に違うと言えるんではないかというふうに私は思っています。
もちろん違うご意見がある人がたくさんおられることは重々承知の上なんですが、それは何でかって言いますとね、日銀はむしろですね、日本のインフレ率が上がってきている中で、名目金利からですね、期待インフレ率を引いた実質金利が、期待インフレ率がどんどん上がってくることによって、名目金利が変わらなければ、インフレ率が上がることによって引き算するとですね、日本の実質金利がどん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 低くなってしまうわけですね。そうすると何が起こるとかというとですね、物価上昇が起こっているときに過度な金融緩和が行われているということになるわけなんですね。適度な金融緩和ではなくて、実質金利のマイナス幅が大きくなってしまうと、かえって大きな金融緩和、過度な金融緩和になってしまう。それは何としてでも抑えた方がいいと。先週の金曜日の、植田総裁の、発言の中で、このような政策を取った裏側にはですね、日本の実質金利が下がりすぎることをちょっとに歯止めをかけたいという気持ちがあった。したがって長期債の動く範囲を少し緩めたことによってですね、しかしながら実体経済からいくとすぐに 1% まで上がるような状態ではないので、緩めることによって名目金利が少し上がってくれたことで、実質金利の低下しすぎるところをですね、抑えられると、こういう考えがあってのことだったと。で、基本的にはですね、日銀というのは為替はの話はしないことになっているわけです。為替は財務省の神田さんに任せているわけですよね。あるいは財務大臣の鈴木さんに任せているわけで、日銀総裁は為替については話をしないというのが不文律だったんですが、先週の金曜日に植田さんは為替のボラティリティのことにもちょっと言及しているわけですね。現に黒田さんが総裁の時にですね、黒田さんの徹底した金融緩和が円安を招いたので、それで物価高を招いたじゃないかと、輸入物価が上がったじゃないかと、したがって日銀総裁のせいで悪い円安が起きて物価高が起きてるんだっていうことをですね、いろんな人たちが黒田さんのことを批判していたわけですよね。で、植田さんに対してそこまで、どちらかというと黒田さんが批判を浴びてた時のような浴びせ方はしてないにしてもですね、このまま行くとですね、放っておくと実質金利の下げが顕著になっていくと、円安が進みすぎるっていう心配を植田さんがしていたとしても何にも不思議じゃないし、そういう心配をして手を打ってきたっていうことはむしろ良かった。だからそこにですね、ある意味ポジティブに反応して、そして為替が円高にならずにむしろ円安になったのは、これをやっても実質金利が下がっていることによって、日米の実質金利は、アメリカはですね、インフレ率がどんどん小さくなってきていて、むしろ金利がちょっと上がっているので、名目金利からインフレ率を引くと実質金利が少し上がってきているので、日本は逆に実質金利が下がっていたわけ。そうすると実質金利同士でやるとですね、日本の金利が少々上がっててもですね、ドル高にむしろなってしまう。つまり、イールドカーブコントロールに少しメスを入れてもなかなか円高にならなかったっていうことですよね。こういうことをやったから、やっぱり結局株が下がったんじゃないかっていうことを言う人もおられるのは重々承知してますが、金曜日、先週の金曜日の安値を今日はトピックスベースでも日経平均ベースでも割れていないっていうのが一つ。それとトピックスはですね、少なくとも今週の月火で今年の高値を更新しているという事実。この二つを考えますとね、おそらくこのフィッチショックの安いところをですね、日本を2日間下げてしまっていますが、明日以降、特に明日週末、そしてアメリカは雇用統計の発表、まだまだ予断は許しませんけれども、基本的な日本株の上昇トレンドの流れが消えてしまうような話ではおそらくないだろうと。相場にですね、あまり理屈を持ち込みたくないんですけれども、こういう下げが来るとですね、理屈を聞かれるケースがあるので、理屈を聞かれるとある程度理屈も言わなきゃいけないっていうところはあるんですけれど、しかし今日私が今お話していることっていうのは、そんなにドタカンでお話しているというよりは理にかなったお話をしているんだろうと、いうふうに思っています。何はともあれ、明日しっかりまた見てですね、皆様にはこの後の情報もきちんとお出ししていきたいなと。KISというですね、私投資のオンラインサロンで仕事もしておりますが、ちょうど8月今変わったところですけれど、ぜひ8月からですね、皆様の KIS の会員になっていただければ嬉しいと思います。概要欄から入っていただいて、ぜひともお申し込みいただければ大変嬉しく思います。チャンネル登録も高評価、いいねボタンもどうぞよろしくお願いいたします。